ちゃこんにちは、豊さん、はい、今中日ファンの間で、はい、バンテリンドームにテラス席を作った方がいいかそれとも作らない方がいいかで賛否出ております、湧いております。あ、まあそうだよな、はい、まあ、どんな意見だって賛否あるからな。あ、そうですね、はい、100%って半々です。ただ、はい、ここに来て、まあ、お茶さんが、はい、テラス席は俺は作らない方がいいと思うよというのをこう発信しました、はい、でそれによってまたファンがそうだと思うっていう方もいれば、いやいや作ってよっていう方もまた出てきているというところで、 OB の、まあ、ゼネラルマネージャーの落合さんがバンテリンドームにホームランテラス俺的には作らない方がいいと思う、まあ、中日の本塁打数が少ないことを挙げつつもホームラン数を増やすために狭くするということは相手に与える影響、相手もホームランバッターは本数が増えるのでリスクの方が大きくなるだろうと、でどうすればいいかということで、だったら中日でホームランを打てるようなバッターを育て上げるか外国人を連れてくるか、選択肢はそっちの方が手っ取り早いと思いますというコメントを出していると。誰も育たないんだよね、これまたそうですね。いや、あそこで育った選手がいないじゃん。いませんね。いないだろ、だから育てた方が早いっていうか、もうそんな選手いないもん、うん、そうですよね。あんなところでさ、ホームランを打とうとしたらさ、体バラバラになっちゃうよ。そうですね、スイングがすごいこと。で外国人ももうそんなにね、残ってないよ、いないよ、そんなに、まあ、パワーのある打者はいるけど、はい、で求めることってさ、やっぱこう勝負強さだったりだとかさ、はい、パワーだったりだとかさ、まあ、そういうところでしょ。そんなね、都合よく外国人もいないよ、もう。なんか昔ならあのタイロン・ウッズとか、あとブランコとかがいたかなと思うんだけど、やっぱそれ級の選手がなかなか、その級の選手はやっぱりこう今ねメジャーでね、やっぱホームランで試合が決まる確率ってものすごく高いんだよ、はい、でそのアベレージヒッターというよりもパワーヒッターにちょっと流れてきてるんだよね、うん、そうなってくるとパワーのある選手はあんまり出さないよ。そうですね、そうですねじゃないんだよ。確かに日本に頭痛いんだよ。確かにそうだ。だから俺は、まあ、確かにね、あのバンテリンドームって日本で一番ホームランが出にくい、うん、まあ、スタジアムでね、はい、そういう名物の球場があってもいいとは思う、はい、いいとは思うけども、やっぱホームランって野球の花だしさ、うん、ドラマが生まれるっていうのはホームランが圧倒的に多いんだよね、はい、そうなってくると俺はテラスを作った方がいいと思う。おお、まあ、あの他のチームにももちろんそうするとホームランの数は増えるっていうことはあるけれども、うん、もちろん自チームもホームランの数が増えるっていう、うん、まあまあそりゃそうだ、ね、ですよね、まあ、ホームランを増やすためにさ、うん、やってる場合じゃないんだけど、うんうん、やっぱ時代的にさ、はい、作った方がいいと思うよ。テラス的に見栄えも、うん、ほんと入らんからな。まあそうですね、まあ、そんな中今年ね細川選手とかも頑張ってますけど、じゃあ逆にピッチャーからすると中日のテラス席作る作らないだと、いやだから作らないでくれっていう、うん、いやそりゃピッチャーそうだよ、はい、だってピッチャーあそこはどうやったって育つもん。そうですね、少し力があって、うん、まあ球種を3種類ぐらい持っとけば、うん、それが程よくこうコントロールされてれば、うん、そんなに打たれることはないよね。そうですよね、うん、そりゃピッチャーは育つよ、うん、だけど野手は逆に育たないというね、はい、でも、まあ、それだったらホームランバッターが育たないって言えば、うん、チームの編成をガラッと変えて、はい、出なくても勝てるような編成を持ってくればいいんだけどもね。あ、そうですね、うん、だけどあそこでやっぱり魅力っていうのは軸としたらホームランバッターを置きたい、うん、でもそれが打てない、うん、でそれを要求する、うん、ね、そしたらおかしくなる、うん、そらおかしくなるよ、なかなか入らんもん。入らないですね、うん、だからおかしくなるね。だから、まあ、花からもう岡林だ大島だとかさ、はい、もうああいう打てて足がある選手、うん、まあ、そういうのをもうずらっと並べるからね。そうですね、もう2割8分の、ね、ホームラン、まあ、10本ぐらい前後でいいよ、うん、まあ、7本でも8本でも、まあ、まあ何本でも、その代わり20盗塁をみんなしてくれるっていうようなチームだと相手はすごく嫌だよ、うん、そうですね、ホームランを打たれることよりも嫌だよ。だからそういうチームを目指すか、はい、だからフロントがどう考えてるかだよね、うん、それによってテラス席を作ったらいいんじゃないの。いやいや、やっぱりホームラン花だと、うん、ね、名古屋の子供たちにもホームランバンバン打つような、うん、そういう選手を見せてあげたいとか、うん、
あ、夢を持ってねやってもらいたいとか、まあ、そういうんだったらテラス席は作った方がいいし、そうですね、この球場でやっぱ勝てるチームを作るんだってなってくると、うん、2割8分の本当に10本前後でいいよ、はい、他の球場も使うからそこら辺で打てばバンテリンで1本も打たなくても、うん、でも絶対20盗塁できるぐらいの足を兼ね備えた選手を取ってくるというね、はい、まあ、そうなってくるとやっぱり相手は嫌だよね。そうですよね、うん、ホームランがなくてもね。ただそのホームランがなくてもその2割8分くらいで20盗塁してくれる選手をバッと集めると、今度相手のチームのところに遠征に行った時の試合のやり方っていうのもまた変わってくるっていうふうに思いますか？まあ、変わるよね、うん、いやただね、まあ、基本的にバンテリンドームのレギュラーがそういうレギュラーで、他に行くとなんかクリーンナップが全部変わっちゃったぞみたいなああ面白い、まあ、2プラトンでもいいよそう、ああ新しいですね。あだから神宮とか、うん、横浜スタジアムでやるときはホームランバッターをクリーンナップは並べるとかね、うん、他は別にいいけど、はい、狭いところではこうしようみたいな。新しいですね。いやだからやっぱこう球場によって使う選手っていうのは変わんなきゃいけないし、うん、変わって当然だと思うんだよ、うんね、バンテリンは特別だからさ、他のチームはそんなことする必要はないけど、はい、バンテリンってやっぱあれだけ広いとさ、うん、なかなか出ないし、まあ、甲子園も出にくいな。あ、まあ、そうですね、うん、甲子園の時はもう右バッターずらっと並べるからさ、はい、うん、だから、まあ、2プラトンでなんかこう持っとけばいいんじゃないのかなと思う。あのテラス席だったりその球場の広さっていうのはそのバンテリンドームも名古屋ドームの時からずっと言われてたんですけど、やっぱり未だにやっぱテラス席ができないということは今後もできる可能性っていうのは非常にやっぱり低いから、それに合わせた打線を作っていった方が早いんじゃないかってことですかね。やっぱりそのためそんなそんなにね都合よく取れないからな、2割8分の20通り絶対できるやつなんて。ただその落合さんが監督で優勝してた時期っていうのは強かったじゃないですか。優勝もできたし、今と何が違うんですか？いやだから今あの時は外野の守備抜群だから、あ足は速いし、はい、でセンターラインがしっかりしてるのは谷繁がいる、洗い場がいる、うん、そうですよね。あとまあ和田選手もいましたし、ね、洗い場なんて足もあったでしょ、うん、ありました。まあ、外野手っていうのも足あったし肩強かったし、でサード森野選手、ファーストブランコ、ブランコがいたりとか。そうですよね、それはもうあれだけのメンバーがいたら勝てるよ。そっか、でピッチャーはいいし、よかったですね。ラサーに岩瀬がいるんだから、はい、でね、チェン投手と吉見投手右左でいましたし、大野もいたし、はい、新しくいましたね。まあ、大野は若かった、新人で、まあね、で、大島選手も入ってきたぐらいでしたしね、あの時、うん、そうか。まあだから、うん、テラス席なんか一言も言ってないけど、今もう本当にいないからさ、はい、ホームランバッターがいいんだよ、ホームランバッターいなくて2割8分ぐらい、ね、ホームランって言うなって、もうもうこうなったらそうですね、そこは捨てて、うん、新しいものを確立すればいいんですか？いやだから球団が優勝するためにどう考えるかによって球場のスタイルも、うんうん、だってホームグラウンドだからさ、どう変えたっていいわけだから、はい、だからフロントが打ち出せばいいんだよ、うんね、ファンがこんなに騒いでるのに球団はもう押しの一手で何にも言わないみたいな、はい、そうじゃなくて、うん、やっぱファンのためのプロ野球、ね、名古屋っていうのは地方だよ、はいね、そしたら中日ファンが圧倒的にやっぱ多いと思う、そのファンの声を聞いてフロントが、ね、どんな野球が見たいんだっていうアンケート取ればいいんだよ、はい、いやホームランをやっぱ見たいと、うん、いやいやそうじゃない、ね、優勝を見たいって、うん、球場なんか変えなくていいって、うん、よし分かったと、じゃあ優勝するためにこうしますみたいな、うん、打ち出しゃいいんだよ。だってファンのためのプロ野球って言ってて勝手にさ、うん、試合やられても見たくないような野球をね、うん、やっぱ見たい野球を見せてあげるっていうのがプロ野球だから、うん、だからそうだな、まあ、アンケートを取ったらどうでしょう。そうですね、一回本当にあのアンケートを取ってみてそれによって決めるっていうのが一番なんか納得しますよね。いやだからね、昔ねスーパーカートリオができたっていうのは、うん、横浜スタジアムが一番広いって言われた。あ、そうだったんですか。昔はね、はい、いやだからホームランなかなか出ないみたいな、へー、だから足でみたいな、ね、言ってたんだけど、今は狭いじゃない、うん、だからあの打線ね、足は遅いけどパワーはある、はい、
まあ、関根とか桑原とか入って京田とかも入ってきてちょっと流れは変わったけど、やっぱねあそこはホームランで勝つっていう、うん、打ち勝つっていう、それはもう理にかなってるんだよ。それで東京ドームジャイアンツがホームランバッターを揃えたりだとかする、これはもう理にかなってるんだよ、ね、やっぱねバンテリンっていうのはちょっと理にかなわないんだよ、はい、中日のやってることが、うん、でも立浪監督はそれをやろうとしてるよ。やっぱテラスを作らないんだったらやっぱ小回りの利く選手で戦うしかないっていうのを今やってるよ、うん、でも球団が何をどうしたいのかっていうのは分からない。あ、上がそうですね、うん、だからそれはもうはっきりした方がいいと思うけど。そうですね、まあ、やっぱりファンが見たい野球、そのファンが見たい野球っていうのは一体何なのかっていうのを、うん、それを踏まえた上で球場を変えるのか、そういう打線を作るのかっていう。だからもうこのチャンネルで、はい、ね、アンケート取りましょうか。アンケート取ってみたいよね。バンテリンは そのテラスを作った方がいいのか、うん、作らない方がいいのかっていう、うん、そうですね、うん、まあ、名古屋限定の人でもいいから、うん、どういう野球を見たいのか、うん、一発が見たいのか、それともそのスピーディーな野球が見たいのかっていうのをね、うん、やっぱりちょっとアンケート取ってみて、はい、俺も不思議だと思うんだよ、うん、もうね12球団そうなんだけど、やっぱファンがあってのプロ野球って言うくせに、はい、見せられてる野球は一方的な野球なんだよね、うん、でもみんな賛否両論あるからさ、うん、まあそう絞るわけにはいかないけど、まあでも昔の走る野球が見たいみたいなさ、はい、まあそういう人がいてもいいし、うん、なんかそういう野球をほとんどの人が見たいと思ってるかもわからない、うんうん、いやもう全員が一発狙うようなそういう打線を見てみたい、ね、やっぱ何を見たいのか、でもイコールやっぱ勝ちゲームなんだよね。そうですね、うん、だから勝つにはどうしたらいいかっていうことだよね。そうですね、ちょっとアンケート機能もしつけられたらつけてちょっと聞いてみましょうか。そうだな、はい、はい。